最高です。放置プロ野球チャンネル。お疲れ様です。放置の水井です。本日もよろしくお願いします。原監督がね、先日今季の先発ローテーションについて放送の一部を明かしておりましたが、戸郷投手、菅野投手の2枚は、まあ、きっちり入ってもらわないと困りますし、そこに新外国人のビーディ投手とグリフィン投手の左右2枚も入ってほしいと。まあこの4人はね、当然首脳陣としては計算したいところで、となると残りはまあもう2枠、最低でも左投手をもう1人は入れたいでしょうし、まあ井上と春人投手を中心に横川投手も狙える位置にいます。かなりの激戦区です。ただね、こちら宮崎にも候補はいます。映像の途中に出てきますが、山崎伊織投手に堀田賢慎投手、そしてキャンプ初日から追いかけてきました直江大輔投手も十分候補の一人だと思ってます。まあ、でね、本日はその直江投手に迫ります。はい、ブルペン。もう球と一緒に光が差しております。直江大輔投手のね、ファンの方ならもうすぐに分かったんじゃないでしょうか。見て大きく変わったのは左足の上げ方。これがキャンプ3日目で、今日左足をね、右足にグイッと一気に持ってくる。はい、上げ方、溜め方が変わってます。これ昨週キャンプ。右足の方に一気にグッと、でお尻から出ていくイメージ。こうやってね、久保巡回コーチと手取り足取り教わってじっくり出ていって、直江投手本人がテイクバックが自分大きいのでリリースが一定しない時があったと。そのトップの位置をしっかり作るためにも、そして体重をボールに乗せるためにも、まあそういうフォームですと。受けたね、持ち松ブルペン捕手が、球の強さが以前と全然違う、いや全然違うと。どう違うんですかって聞いたら、重い、重くなった。確かに見てても全然球の威力が違うんで、はい、もうブルペン捕手うなっております。まあ直球の質が変わっているのは本人も実感しているようで、あとはね、変化球の曲がり方、まあ、そこをコンビネーションを加えた時にどうなっていくか、はい、今後の課題になってくるかなと。伊織投手、捕手を座らせて3度目ですね、ブルペン。手前の2人がなんだか気になりますけど、はい、お久しぶりです。坂友です。お笑い芸人坂友さんです。はい、打てるわけありません。ブルペンで96球投げました。キャンプ最多の投げ込みです。こうやってね、トラックマンのデータを見ながらリリースの時に少し手首が寝てるような感じだったと。そのような球の回転も変わってきますしね。小原投手もワインドアップのやり方変えましたね。堀田賢慎投手のようにサイドステップ、
スムーズな入り方を、まあ、試行錯誤している段階でしょう。キック投手。この間の練習試合、ソフトバンク戦でね、1イニング2K、もう圧巻でした。最高です。あれ、新之助さんです。ご無沙汰です。19番のあの人、野球上手だな。当たり前です。プロ野球選手です。あの人、野球上手ですよ。山崎より選手です。上手だな。はい、ボケ倒しです。よる投手もね、もうだいぶ準備が整ったようで、まあ、あとはコーチと話して、実戦のめどにつけていきたいと。はい。もう近日中には、ね、何かしらの形で実戦の方に入っていくと思います。本人、あとはもっとキレとか制球をしっかり投げることが、まあそこら辺が課題になってくると。バッター陣も沖縄切符を勝ち取るために日々振り込んでおります。いつも元気なバレンティンこと菊田選手、パワーアップした岡田選手、センターで守ってた梶谷選手がいい打ち方してるな、いいバットの出し方してるなって褒めてました。はい、で浅野翔吾選手、今日すごかったです。合計柵越え6発、その中で3連発、徐々に徐々に体がキレキレになってきます。やっぱりね、環境に慣れてきて自分のペースでやり始めてるんでしょう。レフトに守ってた石川選手が、浅野すげえなーと、いいぞ浅野と絶叫しながら右へ左へボールを追いかけてました。対外試合でもね、ソフトバンク戦で、まあ、3打数ノーヒットでしたけど、まあ、しっかり振れてましたし、本人の中でも手応えはあったようですし、一段ずつ階段は着実に上っていると思います。これ入ります。低い弾道で、これも入ります。これ確か中段まで行ってたと思います。これが入ります。当たった感じ入らなそうなのが入っちゃうんで、やっぱりただものではないです。これも
十分に届いてます。わあ、いけた、いけた。登った。はい。宮崎滞在も残りわずかになりましたけど、はい。明日も、しっかりと、沖縄行きをきっかけた、若手選手を追いかけます。元気です。みんな元気です。ありがとうございました。